はい、こんにちは、イズマイホームの田辺です。今日もよろしくお願いします。今日は住宅ローンの裏話ということでお話しさせていただきたいと思います。住宅ローン、こちら、地方によっては50年ローンという商品があります。もちろんこの和歌山でも似たような商品はございます。以前ですと住宅ローン、最長で35年というのが当たり前でしたが、最近は40年というローンがあります。なぜ、こうして、返済期間が伸びたかと言いますと、やはり返済、同じ金額を借りて、それを長い期間返すということですので、毎月の支払いは若干安くなります。もちろんその分金利の負担は増えていきます。ただ、同じ額を、例えばですけど100万円を10年で、返済するのか、あるいは20年で返済するのかというと、もちろん、20年の方が安くなるというのは、ご理解いただけるのかなと思います。同じように、住宅ローンでも35年で返済するよりも40年で返済した方が毎月の支払いは安くなるので、そういうニーズが増えているということです。まあ、ただ実際、気をつけていただきたいのは、もちろん返済期間が延びることにより、それだけ金利を支払う必要があるというのはもちろんですが、定年後、定年後といいますか、何歳でその40年ローンを組むかということに、よってきます。例えばですけど20歳、20歳で40年ローン組んでも60歳、これであれば、まだ最近は65歳まで働けたりしますのでほぼ問題ないかとは思いますが、これが40歳で40年ローンを組みますと、完済時80歳です。完済時80歳で申し込みできる金融機関はたくさんあります。ただ実際に40歳で40年のローンを組んでしまいますと、退職金がいくら出るのかということにもよりますし、退職後どうやって返済していくのかということにも関わってきます。そしてあとは似たような話になりますが、審査が当然厳しくなります。35年よりも40年が厳しくなります。そしてもちろん、定年退職時の状況も変わって、定年退職の時の年齢や退職金の有無などで、審査も変わってきます。それらを考慮して、住宅ローン資金のプランニングをされてください。ご参考になれば幸いです。今日もありがとうございました。失礼いたします。